中ネオタッキーです。今日はね、アルファネックス6で撮影してます。ちょっとレンズが長いんですけどね。スマホで撮るとどうも調子悪いようなので、これで我慢して撮っていこうかなって思ってます。で、今日はね、これね、カメラ屋さんに行ったらカメラもらったんですよ。ちょっとおかしな話ですよね。どう考えてもね。まあそんなわけで、開封してまいります。はい、まあ開封してまいりまして、もう中身見ちゃったんですけどね、よいしょ、これね、EOS のね、純正のカメラバッグがついてました。でね、まあ大体予想はつくとは思うんだけど、これね、EOS KISS シリーズですよね。で、EOS KISS のね、これ、ちょっとベトついてますけど、多分これ、EOS KISS パノラマ、初代が入ってますね。電池が入ってるんだけども、バッテリーは上がってます。ちょっと今ね、CR123A を持ってないんですね。うん、これはちょっと動作確認はできないかな。レンズはそんなに汚くはないかな。表玉が汚いね。前玉が、まあ前玉汚くても大したことない。ああ、汚いな。汚いな。これはなんだ？なんか濡らした感じ。ちょっと綺麗になりました。あー、でもまあまあこんなもんかな。もともとこれね、あんまりいい写りのレンズではないんですよね。メガネメガネよっ、3580、一応ね USM ウルトラソニックモーターなんですけど、 EF3580F4 から 5.6 っていうね、普及レンズになりますね。んで、まあキスだから多分動くでしょう。多分動く。んで、望遠レンズもついてます。80-200。このレンズもね、解像度あんま良くないんですよね。まあもらっておいて文句言えなって話ですけど、まあ試写していこうとは思いますが、これは綺麗だ。うん。これはほぼバリですね。ちょっと後ろ玉が汚れてるけど、ほぼバリじゃないかな。うん、ちゃんと撮れると思います。まあこれは試写に回していこうと思います。このレンズね、昔ね、中古屋さんで買おうとしたことがいっぱいあったんですけど、あんまり解像度が良くないんで、EF100-200 の USM じゃないやつを買いましたね。これなんだ、ナショナルだから、あー、やっぱりそうだ、フラッシュですね。これガイドナンバーいくつだ、 P160M ってことだ、多分16ですね、ガイドナンバー。あ、やっぱり、アーサー100の時16、アーサー400の時32になってますね。これはちっちゃいんでね、ペンとか使ってもいいかもしれないですよ。すごくちっちゃい、軽いですね。電池何本で動くんだろう。てか電池どっから入れるんだこれ。2本か、炭酸電池2本、なかったかな炭酸電池。よいしょ、こりゃよ、電池が切れているのか壊れているのか定かではないが、多分壊れてます。多分壊れてる。壊れてなかったら使えるのにな。まあちょっと新しい電池一遍に入れて試してみましょうか。他にはこれね、よ、はい、これね、キャノンオートボーイジュノってやつになりますね。3860っていう変わった焦点距離のレンズがついてます。で、撮影モードはね、もうオートしかないですね。これオートとフラッシュ、フラッシュ禁止。ああ、なるほど、オートにすっと、フラッシュまでオートになるんだ。緑オートで、ほんで緑オートじゃないとフラッシュ、まあ、なんかちょっとややこしいなこれ。うん、でもまあ基本的にはオートでしか撮れないカメラになるみたいですね。
開いた開いた。一応 DX コード付きですね。もうこれほとんどあれだね、映るんですに近いぐらいの、まあレベルだけど、まあオートだから露出も効くのか。パノラマ切り替えはどこだ。え、パノラマ切り、あこれだ、下にある。パノラマは使わないからね。まあほぼ使わない。レンズは綺麗っぽいですね。うん、よいしょ。まだ入ってるか。あ、これか。いいよ。ホニカですね。よいしょ。はい、コニカ C35 フラッシュマチック。あ、これセルフタイマーついてるよ。セルフタイマー付きの後期型ですね。レンズは綺麗みたい。ちょっと切れますね。よ、電池室はどうでしょう。実はもう見る時間なくて全然何も触ってないんですよね。よいしょ。プラスチックの蓋なんだ。うん、一応ギリギリいけそう。液漏れしかかってるぐらいのレベルだ。まあいけそうはいけそう。LR44 がやった。さあ通電するか。通電してくれよ。よっ。で感度を最高に合わせて400までか。ファインダーの曇りすげえなこれ。まあ見えねえ。はい、通電しました。ファインダーはこれバラさなきゃいけないかな。すっげえ曇ってる。でもね、露出ちゃんと変化してます。これはバリ品ですね。やりー、これ結構しますよね。これをタダでいただいたか。まあ、カメラ屋さんに行ってね、あげるって、その、カメラ屋さんからカメラをもらうってもうギャグでしかないんですけど、なんと申しますか。今日はね、結局、コニカ C35 フラッシュマチック。うん。ヘリコイドも調子良さそうですし、20度も動いてるな。うん、だいたい合ってる。これなかなかいい調子。EOS キッス。初代だね、多分これ。ダブルズームレンズキットになりますね。んでもって、あ、なんかもう一枚。これなんだ？なんだこれ？なんかのコンバーターだけど、なんかにひっつけるんだな、これわからない。でも、テレコンバーターレンズ TC105 っていうのがついてました。でもこれ元京セラ、あ違う、リコーって書いてあるけど何に使っていいのかわかりません。で壊れてるかもしれないフラッシュで、オートボイ中のか、どこ行った、ここか。こんだけのカメラをもらいました。カメラ屋さんからカメラをもらってて、おっとっとっと、という、ギャグみたいなネタになりましたが、まあ、ここからはね、ダムお猿さんからね、カメラをいただきました。いつもね、視聴していただいている。で、そちらを紹介していきますよ。はい。
どんどんカメラが増えて、紹介するより先にカメラが増えていく。これハサミがあった方がいいな。よっ。お、ニコン、もうニコンって見えた。ニコンのレンズだ。お、2870です。あー、いいね、2870。もう今2450をね、F4 につけてるんですけど、まあそれでもいいんですけど、50だとちょっとね、届かない時が結構あるんですよね。2870、これぜひ使っていこうと思います。はい。ちょっとね、これ、マニュアルフォーカスなんですよ。ピントが合わせない。もう一本レンズが入ってます。レンズはね、素直に嬉しい。徳島県ってね、レンズのジャンクがほとんどないんですよね。もうこの辺はね、都会に住んでる人が、おぉ、ミノルタだ。このミノルタの懐かしい文字。古い機体のミノルタが入ってます。これなんだ？55mmF1.7 です。MC6 コルピエフ 55mmF1.7 初見のレンズですね。オートロックオールのね、50mmF1.7 か。ほぼバリですね。これちょっと磨いた跡があるのかな？うん。ほぼバリ品です。これはいい感じ。これは楽しみですね。やった。いや、ミノルタのレンズはね、もう本当に、四国の人間にはただただ希少で、オークションぐらいでしか入手できないんでね。カメラが2台入っておるようです。よっ。よいしょ。あ、ミノルタ出て、ミノルタ出てきました。あ、XE ですね。ミノルタ XE が出てきました。欲しかったんですけどね、相場が高くて入手できなかった XE。 わ、これほんとすごいな。ん？でもシャッターが切れないぞ。ロックがかかってるのか。あ、そうみたい。わ、ほんとだ。XD よりね、巻き上げが滑らかっていうね、意見がよく聞こえますが、ほんとに滑らかですね、これ。すごい。レンズどこ行った？もうあんまりぐちゃぐちゃで。よっ。早速このレンズを。あれ？どこだ？これ合わせマーク分かりにくいな。入った。入った。あ、これ多分ね、絞りの接触が粘ってますね。絞り値決定レバーがちょっと粘ってる感じ。うわ、ファインダーすげえ。露出系動いてるぞ。電池入ってんだ。でも数値は怪しいな。まあ露出系はいいんすけどね。ぶっちゃけた話、露出系使わないんで。うわ、これ綺麗だぞ。むちゃくちゃ綺麗。こんなのもらっちゃっていいんですか、ダムホサルさん。すっごい綺麗ですよ。あれ、これどうやって開けるんだ。これかな。違うな。なんかランプが、これ電、
電池のチェックランプがこんなとこあるんだ。これは、あ、なんだ、持ち上げるだけじゃん。よっ、開かないぞ。あ、いた。あー、いいですね。めちゃくちゃ滑らか。これは XD より上か、確かに。いやー、これはいいね。よっ、かっこいい。これはやばい。いいものをもらいました。置く場所がだんだんなくなってきた。で、もう一個カメラボディが入ってますね。よっ、うん、イオスだな。いくらセット、はい、イオス 5QD が入っておりました。あ、ちょっとダイヤルが硬いって言ったの、これか。電池入ってんじゃん。まあ、ちょうどいい。EOS のレンズが目の前に出ているので、カメラ屋さんからタダでもらったやつね。カメラ屋さんからタダでもらったレンズが目の前にありました。あ、このレンズ悪くねえぞ。最短撮影短っ。完璧です。いや、こんなのもらっちゃって、電池代だけでも相当するだろうに。あれ、あー、アダムお猿さん、ありがとうございます。綺麗な EOS5 ですね。うん、ちゃんとあのサブ電子ダイヤルもついておりますよ。これサブ電子ダイヤルよく折れるんですけどね。シャッター幕も綺麗です。まあ EOS5 はね、シャッター幕の乾杯汚れ出ないんですけどね、あれはね、キャノンの廉価機によく出るトラブルなんですね。はい、今日のね、開封はこんな感じになります。たくさんまたカメラが増えてどうすんのって話なんですけど、全力でね、カメラテストやっていこうと思いますが、開封動画が人気でね、撮影する動画あまり人気ないんでね、もう開封動画ばっかりでカメラどんどん増えてって。まあまあ、それでもいいんですけどね、別にね。うん、まあ、カメラにね、取り囲まれてね、幸せな時間を、過ごしております。はい、今日のね、開封動画、こんな感じです。はい、作品投稿のコーナーです。今日の作品投稿のトップバッターはタクミーさんでいいのかな。おたっきーさん、こんにちは。春はやはりフィルムで撮りたくなるものですね。そういうわけで12本現像が返ってきた。その中からお気に入りの作品投稿したいと思います。1枚目、春を縫う、ペンタックス SP スーパータクマ 55mmF1.8、 2枚目、小さな春、ニコン F3AI ニッコール 50mmF1.4 でお願いします。最近また一人友達がフィルムを始めてくれました。友達と春を満喫しました。やっぱりフィルムいいですね。次回の投稿も楽しみにしておりますということなんですけど、2枚ね、1枚目からこれね、その春を縫うということでね、手前にね、桜の花びらを入れ込んで、まあ奥のさ、桜を撮ってるんですけど、これ逆光でね、すごく印象的な写真になっておりますね。いい感じだと思います。ちょっと手前がうるさすぎるかもしれませんけど、で2枚目なんですけど、これ2枚目がねすごくいいんですけど、ほんのちょっとだけ構図が中途半端かな。このぐらいまで拡大したらいいんじゃないかな。
というわけで、この写真ちょっとね、ちょっといじってタイトル画面にします。ちょっと勝手に言い出してもらいます。すいません。僕の好みにね、いじります。そんなわけで、たくみさんのね、この2枚目、タイトル画面になります。投稿ありがとうございます。次はね、チムニーさんですね。これ初投稿になります。作品投稿のコーナーに投稿します。カメラはペンタックス SPF、レンズはスーパータクマ 28mmF3.5、タイトルはコスモスボンバー、昨年の秋の撮影です。コロナ禍で目当てにしていたコスモス畑でやっていなかったので、近所の公園の花壇に咲いているコスモスを多重露光で撮影したら不思議な絵になったので投稿します。僕も運送屋です。ご安全にってことなんですけどね。あ、これ本当面白いですね。これなかなかの解像度で写ってますね。多重露光なのにこのコントラスト。非常に面白いね。不思議な写真になっておりますね。まあ、もうちょっととコスモスが賑やかだったら最高だったかな。結構ね、もう、これね、枯れてるやつが多いんですよ。コスモスってね、こういう感じでね、結構長い時期咲くんで、咲いてる花とね、枯れてる花が入り混じることが多いんですね。ここがコスモスの難しいところで、うちの近所もね、コスモスの撮影ポイントいっぱいあるんですけど、いつも悩ましいと思ってますが、これ本当に面白い、多重露光で面白い作品、多重露光でこんなに、うまくいったのなかなかないんじゃないかな。珍しいと思いますね。はい、チムニーさんありがとうございます。今後もよろしくですね。3枚目がね、イクオさんの投稿ですけどね。オタッキーさん、長距離運転お疲れ様です。カラーリバーサルフィルムで撮影してきました。タイトル、ビル街に咲く桜。カメラ、ペンタックス、LX、レンズ、リコー、XR リケノン 50mmF2、フィルムがプロビア 100F。RDP3、富士フィルム、プロラボ出しっていうことですね。ああ、すごいですね。2枚目は、タイトル、焼き鳥屋、休業要請、協力中、ペンタックス、LX、レンズ、リコー、XR リケナン 50mmF2、フィルムがプロビア 100F、RDP3、もう少し晴れていればよかったんですが、残念。富士フィルムプロラボからスリーブ現像3日で上がってきました。ただし、現像代は1400円。プロラボちょっと高いんですけど、まあ、これでも、最近は1400円ぐらいじゃないかな。多分同じぐらいだと思います。3日仕上がるんだったらいいですね。やっぱプロラブ近くにあるといいな。僕も西宮に住んでる時プロラブ近所にあったんですけどね。で、写真なんですけどもね、これもう街中にね、日本電子専門学校でよく聞く名前ですけどの桜ですね。ポツンとね、その桜が一本街中にね、満開になってるのが非常に面白い写真になってますね。で、2枚目は焼き鳥屋さんの前に咲く桜なんですけど、これね、まあその営業自粛になってるんで、夜もね、夜長時間露光でフラッシュ焚いたとか、そんな感じにするとここ面白かったんだけど、やってないかな夜コロナ禍で難しいところではありますが、ちょっと昼間のね、寂しい街並みに桜がポツンって感じになってますね。光、確かにもうちょっと光欲しかったですね。色が出ないんでね。リバーサルフィルムはそのホワイトバランスがついてないデジタルカメラみたいなもんなんで、どうしてもね、天気に色が左右されるんですね。で、まあ、フィルターをかますという手もあるんですけど、まあ、そこまではね、めんどくさいんでね、まあ、天気がいい日に撮るのが一番いいんですけどね。はい、イクオさん、ありがとうございます。次はね、今回カメラを提供いただいたダムお猿モン吉さんの投稿です。中年オタッキー様お疲れ様です。先日ジャンクで990円のニコン F80 を買い、勢いで本体の5倍の値段でバッテリーグリップまで返します。高っ。そんな F80 で写真を撮ってまいりました。1枚目のタイトルはお地蔵様ニコン F80、 レンズは AIAF ニッコール 2870F3.5 から 4.5D、フィルムはコダックカラープラス200。バイクでプチツーリングの途中にあったお寺のお地蔵様を桜をバックに撮影しました。2枚目のタイトルは解体。久々に東京の町田をブラブラしていたら、昔の会社の先輩によく連れて行ってもらったお好み焼き屋さんが閉店しており、解体の真っ最中でした。50年以上歴史があったお好み焼き屋さんもコロナの影響に巻き込まれたと思うと、一末の寂しさは切りシャッと切りましたということですね。で、作品なんですけどもね、1枚目のお地蔵さんなんですけど、もう十分な解像で撮られておるんですけど、僕だったらもうちょっと寄るかな、こんな感じね。これが元ね。
で、まあ、こんな感じ、解像度は素晴らしくいいんですけども、ちょっとね、周りがうるさいんでね、もうちょっとトリミングするか、最初からズームで撮ったらよかったのかもしれませんね。で、2枚目の方なんですけどね、お店の解体の場面っていうのは非常に寂しいもんです。僕もね、昔ね、お店やっててね、自分で結局ね、片付けしたんですけどね、本当にね、寂しいもんなんですよね。もう、オープンするときはね、意気揚々としてるんですけども、まあ、解体するときはがっかりみたいなね。それも歴史のある店だということで、残念ですね。まあ、ダマウサルモキさん、ありがとうございます。次が、はい、どこ行った。長州薩摩さんか。1234。長州薩摩さんまでですね。中年おたきさん、こんにちは。いつも楽しい動画ありがとうございます。東京都江東区亀戸から東京スカイツリーをリバーサルフィルムで撮影しました。タイトルは晴天をつくスカイツリー。カメラキャノン、あ、違う、ニコン F3、ごめんなさい。レンズ AI ニッコル 50mm F1.4S、富士フィルムベルビア50ということですね。ちょっ と若干トリミング、初めてトリミングしましたということで、なんですけども、写真なんですけども、ベルビアの青がガーンと出てますね。若干ね、スカイツリーにも青かぶりしてしまってますが、これはこれでまたいいと思います。これなかなかの写真ですね。僕だったらもうちょっとセンターをずらすかもしれないですけど、まあ背の高いものがね、真ん中にそびえ立つという意味ではいい感じの写真になってるんじゃないでしょうか。これ雲一つない写真ですね。素晴らしい天気。なかなかこのようなね、撮影状況には恵まれない運が良かったんだなと思いますね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。これ50ミリか。まあ、トリミングってことで、まあ、ちょっと大きくなってるんでしょうかね。はい、実はね、今日の動画はここまでです。ここんとこね、たくさんコーナーが、連なってたんですけど、俺のカメラ、やった、やっちまったのコーナー。なんだっけ。教えて、オタッキーさんのコーナー。あと、臨時のやつね。キャノン A シリーズシャッター泣き選手権。こちらの方のね、投稿もね、随時受けておりますので、また投稿お願いしますね。あと、バイクチャンネルの方もね、俺のマシンの投稿がちょっと来て おらないので、バイクを持ってる方ね、バイク、自慢のバイクの写真をね、撮って、バイクチャンネルの方に投稿していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、またね、たくさんカメラが増えまして、ちょっとね、パニック、あんまりカメラが多いんでパニックってるんですけど、使いたいカメラが山のようにあるんでね。で、次回の動画なんですけど、次回の動画はまたカメラ増えるネタなんですよね。まあ、次回の動画はね、新規回転のハードオフでカメラ買ってきたよという内容になっていくと思います。はい、今日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。高評価、コメント、どんどんね、お願いします。コメントはね、ちょっと遅れてはおりますが、全部返していこうと思ってるんでね、どんどんコメントお願いします。あと、高評価もポチッと押すだけなんでね、ぜひとも、高評価のお願いします。あと、チャンネル登録の話ですけど、ちょっと失速しておりますが、じりじり増えていっております。あと、40何名かね、4000名を突破していきます。4000名を突破するとね、オリンパストリップ35の、カメラプレゼントの企画をやりますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちください。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。さよなら。